第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力からドキュメント 5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。ギャラクシー賞とは、放送批評懇談会により日本の放送文化の質的な向上を願い設けられた賞で、毎年テレビ、ラジオ、CM、報道活動などの分野から優秀な個人、番組、団体が表彰される。中でもラジオ部門 DJ パーソナリティ賞はラジオ DJ にとって最高の栄誉であり、5月初旬その受賞の知らせが届いた時、伊集院光は大いに喜び感謝したという。そして迎えた5月30日、東京は恵比寿にあるウェスティンホテル東京ギャラクシールームにて行われた式典において、伊集院光は最大級の喜びと感謝を表現したという。しかし彼はその表現方法を間違えてしまったという。彼に成り代わり、私 TBS アナウンサー鈴木純より関係者各位にお詫び申し上げます。ごめんなチャイナドレス。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力からドキュメント 5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。5月27日式典3日前夜10時 TBS ラジオ第2打ち合わせ室。結構偉い人からもチクチク言われてるし、遠回しだけど TBS の上の人からも結構言われてるからね、やりすぎんなみたいな言われてるから、ただハガキはやるよ。そうですよね、ただ限界あるけどね、限界あるよ本当に。だって今回スピーチじゃねえから、インタビューだから。だけどちゃんともう選んできましたから。何枚？3枚どうぞ。早坂芳恵は粋なんだ。粋です。粋なんだこれ。ええ、これなんかもうできれば入れるとしか言えないよ実際。制約ほんと厳しい中だからね、文脈に入んねえもん早坂芳恵って。いやそこを入れちゃうのは分かってる。人生変えちゃう夏かもね、これも採用なの？採用です。梅雨じゃん。いやそうですけど、例えばなんか分かんないけど、僕にしてみればこの受賞が人生変えちゃう夏かもねっていう感じなんですよ。これも不自然だけど、梅雨だからね、不自然極まりないからね。だけどハガキ来たんでなんとかする。お願いします。できればね。慢性、まあ、この辺をバッチリ入れて、意外に慢性慢性とか受けっかもって感じですけどね。そうですよね、ちょっと勢いでみたいな感じだったら、なんかこう面白い DJ っぽいじゃないですか。一か八かだけどね。お願いします。はい、あと何やっかな。もう一つ伊集院さんの方からアイデアいただきましたんで、別にアイデア出してないし。いや、いただきましたよ。何を？しょんべん漏らし。そんなアイデア出してねえよ。いや出しました。出すわけねえだろ、しょんべん漏らしなんか出すわけねえだろお前。いや俺だって伊集院さんからその言葉聞かないと。お前バカじゃねえの、そんな押し切り方初めてだよ。それはありえないね。いつ言ったんだよ、いつ言ったんだよ。この前の放送で言ったじゃん。放送では言ってないよそんな。言いましたって。放送はまだやる。
こういうのどうかな。すっげえ真面目な話してるんだけど、おしっこをジョバジョバ漏らしてるっていうのどう？どうって。やだよ。ねえ、どうってやだ。俺からの発案だけど、すっげえ真面目な話してるんだけど、おしっこをジョバジョバ漏らしてるっていうのどう？すっげえ真面目な話してるんだけど、おしっこをジョバジョバ漏らしてるっていうのどう？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 言ってんのね。びっくりするよね。いやあれでも前後の文脈から言うと、何か言え何か言えみたいなあって、生放送で、でこんなこと言っちゃったりして、うっそーんじゃん、いわゆる。それをなんかさ言ってっけど、でしかも汚ねえのがギリギリまで、そのまあ変な話、これぶっちゃけた話するとね、いろんなプレッシャーあったんですよ。うちの事務所の上の方からも本当にその硬い賞なんで、分かってんなみたいなね。で首をねこう縦に振り下ろす振りをして、ちょっと斜めにひねったりはしてんですよ。分かりませんけれども、借金の保証人になる時にうまくこう指紋の捺印をずらすみたいなことはしてるから、うんとは言ってないんですけど、あと結構今回 TBS の上層部の反応っていうのも、上層部にねリスナーがいるね。何聞いてんだ、自分のところの放送なんて聞いちゃダメなんだって、予想を聞いて、今日とかもちゃんとオールナイトニッポンとかを聞けっつう、それでこうライバルを視察してこそのスペシャルウィークなのに、でまたさ俺に言ってくんじゃないの、プロデューサーの池田に、こうなんかこう、お前もそろそろあれだよな、賃貸マンションから脱出したいみたいな話してたよな、そういうのに大事なことってわかるよなみたいな、すんげえ大人の感じでこう攻め入ってくるわけですよ。ほんででだから、最初はこうそのもうスピーチめちゃめちゃやってやるみたいに言ってたのも、結構狭まってきて、インタビューの中にそのハガキの要素をできれば入れるぐらいまで狭まったけど、それじゃかっこ悪いから、なんかやんなきゃなんないとは思ってましたよ。でなんかやんなきゃなんないけど決まんねえって話はずっとしてて、で構成の渡辺から、ちょっと会議をきちんとやんなきゃダメだって言われて、そこにテープがまず回ってるでしょ。今もう今あれですよ、あの社会を賑わしてるあの事件と全く一緒ですよ。ウォーターゲート事件と一緒ですよ。ニクソン大統領が、ニクソン大統領とお前は、ま、元大統領ですかね、今レーガンですから元ですよ、元大統領と同じことをやってるわけですよね。ニクソってるわけですよお前ら、完全に。ほんでそういう風に言葉尻を取られて、はっきり言いますよ、やっちゃったことはしょうがない、これは自分にも言ってるけれどもね、みんなやっちゃったことはしょうがないんですよ、やっちゃったことはしょうがないんだけど、俺ね今一つ思ったことあるんだよね、今日ね、これねオンエアしないのが一番得策なんですよ。っていうのも、あのね、皆さんが新聞等で見たかどうかは知りません、見たかどうかは知りませんけれども、その5月30日のそのギャラクシー賞のその式典のでの伊集院の様子っていうのは、意外に業界内では業界内のいわゆる事情、普通の皆さんにはね、事情が伝わってない人にはおおむね好評に捉えられてるんですよ。あのね、TBS の上層部もまあまあご機嫌です、ご機嫌ですし、あとホリプロの堀社長ですよ、若社長って言われてる堀吉高社長、大変なご機嫌ですよね。それからあと、あ、各新聞、あとそれからこのあと B ジャンクの矢村孝子さん、もう腰抜けたもん、先週放送終わった後に B ジャンクのオープニングが、私は伊集院さんみたいな、要するにギャラクシー賞の会場に行ったけど、私は伊集院さんみたいな DJ になりたいと。簡単だよ、尿をぶちまけばいいんですよ。
簡単ですよ。尿道括約筋をなくしちゃえばいいんですよ、精神力で。すごく簡単なことですよ。そんなことまで言ってくれてる島さん、あ、俺ね、だその連中に聞かないでほしいと、一個と、あのね、あ、一つ本当に個人的にすっごいショックなことがあって、ね、放置新聞の記者に高橋さんって言われて、その人は僕が全然売れてない時から伊集院は面白い面白いって言ってくれてるんですよ。でこの番組もすごい昔から聞いてくれて、でその放置新聞にね、スポーツ放置にゲームのコラムの仕事を持ってきてくれた、すっごいどうだって応援してくれる人なんですよ。でその人が会場で久々会ったわけですわおめでとうっつってね。で次の日新聞を見たら、その高橋記者の記名名前入った記事で、晴れやか伊集院っていう見出しのコラムが載ってるんですね、これね。昨年度の優れた放送作品に贈られる第40回ギャラクシー賞が先日発表されたって書いてあって、いろいろこう伊集院光の DJ パーソナリティ賞の伊集院光が番組賞とのダブル受賞が注目されたが、なんと書いてあるわけですよ。で二冠は逃した伊集院だが、表彰式ではガッツポーズで登場ですごく好調した笑顔を浮かべたっていうんですけども、すっごい我慢するおしっこが出るときに顔が好調するっていうことって、もしかしたら高橋さんご存じないかもしれないです高橋さんね、ごめん今日寝ちゃってないかな、で欠かさず聞いてるみたいなトーンだったんだよな、なんかな、欠かさず聞いてりゃ雰囲気つかんでてくれてそうなもんなんだけども、分かんねえけど、僕むしろ欠かしてほしい育ての親の一人かもしれないけど、欠かしてくださいっていう感じ、まあまあしてるわけですよね。まあもうオープニングでも随分つかめたと思いますけど、裏ではこういうひどい暴力なんですよ。でまず自分から言い出したことですから、そのインタビューの受け答えの中にハガキをなるべく使うってことに関してはしょうがないですよ。ただ選んでるものがまず仙台駅西口集合から来た、早坂芳恵っていうワード ね。じゃあさ、明日さ学校行ってさ、1時間目から6時間目の間にさ1回入れてみ、早坂芳恵先生に何か聞かれてる時に入れてみ、うまく入れてみ、入れられるもんなら入れてみって話ですよ。でそれからあと、埼玉県の船川義久の人生変えちゃう夏かもなんですよね。これもね入れてみ、ただもうこれなら西田ひかるからひかるすり替えみたいなの入れたりとかはできっかなみたいな話なんだけど、ちっとも旬じゃないよね。カレーマルシェの方がまだ入れやすい感じすごいするんだよね。で、あと鎌倉市の長島市芸王の慢性なんですけども、基本的にねこれね、早坂芳恵にしろ慢性にしろ、番組内で一回読んで僕が嫌がったものが大体選ばれてるんですよね、かなりね。ただ分かんねえこと起きる人生、はっきり言って人生は本当に分からねえっていうことが今日皆さんには分かると思う。で、まあ、この3人はもうあんまりふざけてるんで、罰としてですね、バカカードを3枚ずつ送りますからこういう形でしかバカなつの罰を与えてないから、この番組はものの分からないやつがハガキを書いてくるんだよ。ものの分からない DJ にね、ものの分からないスタッフがいて、ものの分からないリスナー、よかったじゃん、じゃあものの分からない番組なんだから。でそのものの分からない番組にものの分かんない賞をあげちゃったやつが悪いんじゃねえのみたいな話ですからいやまあまあここはね、池田プロデューサーもいつまで賃貸にいたくねえみたいな話すごいなってますからね、まあ、ここはものの分からないって言い方なんですけれども、常識的な、あまりに常識な、ね、感じでね、もううじゃらこうじゃらですよね、本当にね。それとおもらしですよね。おもらしますよ、僕おもらしま、じゃあもうはっきり言ってきますよね、俺は漏らすと思う。漏らすんじゃないかな。あ、ちょっと覚悟はしておけですよ、そういう意味じゃ。ビーズの新曲から見るのうまくね俺は漏らす、多分漏らすと思う。漏らすんじゃないからですよ。あ、ちょっと覚悟はしておけですよね、そういう意味じゃね。まあ、この後ですね、リスナーの皆さんにはですね、私の尿量を当てるだけでですね、嫌がらせのようなカードがもらえるですね、ズバリ当てま尿っていうコーナーもありますんで、まあなんつうんですかね、いつものリスナーの方聞いていただきたいんですけれども、なんていうのかな、テレビで言えば不思議発見出てる僕なんかが基準の人、
かない方がいいんじゃないかなっていう感じはしなくもないんですけれども、まあまあ、 あのそんなこんなでもやっちゃっても仕方ないんですから、な、少なくともこれだけすごく抑えてもらえたら、これはもう今日連呼するつもりですから、僕は喜びと感謝でいっぱいだったけど表現方法を間違えたんですよ。しょうがないんです。小さい頃から親に間違って育てられちゃったから。じゃあジャングルでですよね、ジャングルに不時着した飛行機から赤ちゃんが一人助かりですよ。その子がインパラに育てられたとしましょうよ。それが18歳の時に探検家に見つかって保護されたとしましょうよ。でその子が道でばったり人に会った時に頭と頭をコツコツぶつけてどっちがどっか決めた場合にひどいっていう、インパラ界では常識とされてきたルールが世の中と違ってたっていうだけで、インパラ少女が細かぐそをポロ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 垂らしたところであんたのうんこは違ってるみたいな、そういう攻め方違うわけですよ。俺は生まれた時から嬉しい時には尿をしろ、嬉しい時には尿をしろっていう風に、あのひどい親にですよ、最終的にはサーカスに振られですよね、もう鬼の団長の無知の嵐ですよ。でまたそのピエロ の女の子から聖具として扱われですよ。そういう暮らしをしてきた僕ですから、ちょっとぐらいちょっとぐらい、まあ、すり替わってますけど、そのすり替え技術も DJ パンナリティショーの唯一のこうなんていうこうあの、ね、ファクターに入ってるわけですからいいわけですよ。じゃあ一応今のまあ言った僕の悲しい過去についてぴったりの歌がありましたんで、稲葉浩志で暁聴いてください。ズバリ当てまにょー。僕はおしっこくん、元の可愛い歌ですよね。この歌を歌ってるやつが35だったら許されるかどうかっていう問題が少し別のところで、僕はおしっこくんって可愛いのはまあ4歳までですよね。僕はおしっこくん35歳ね。しかも神さんいんだもん。神さんいるやつは言ってもダメなんじゃねえかみたいな話ですけれども、ついにやってまいりました。ズバリ当てまにょうですけれども、これですね、おむつの重さを当ててありがた迷惑なカードをもらおうというですねキャッチフレーズのもとですね行われている恒例のコーナーですけれども、今からですね2時15分まで、締め切り2時15分までです。急いでください。ファックスで参加できます。伊集院さんが5月30日に履いていたおむつ、正確には伊集院さん35歳、最大者が5月30日で履いていたおむつは脱いだ時にどれぐらいの重さになっていたか。これただしですね、あの乾燥おむつの重さは抜いてますので、オムヤンがオムヤンががっちり受け止めた尿量ね、尿量が尿量のがイコール記録になります。ファックスにあなたの住所、氏名、年齢と、予想尿量を書いて送っていただきたいと思います。で正解の基準ですけれども、あの 10ml 単位で分けていきます。だから一番下のカテゴリーが 10ml から 9ml ね、10ml から9ml、あの 0ml から 9ml です。一番下のカテゴリーが0ミリリットル、なんでこんなやつパーソナリティ賞もらってんの、ミリリットルは言えねえぐらい口が太ってるやつか。0ミリリットルから9ミリリットルっていう風に、だからなら510ミリリットルから519ミリリットルとかで、一応上限決めときますね。18万4300ミリリットルから18万4309ミリリットルまでですね。大風呂ぐらいですね。大きめの風呂、ユニットだと大体100入んないですから、大風呂ぐらいまで一応これ上限にしておきますんで、2時15分までにファックス番号東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540 で、これも正解のカテゴリーのように入ってた人全員に、カードの方を、バカカードの方を3枚送りつけます。で一番いいやつはですね、こうなんかね、あのカードってピシッとしてるのにゆらゆらゆらってなってます。つけ込んできます。つけ込んで一回乾かしたやつも送られる可能性がありますから、レアですよ、レアです、すごくレアになりますんで、どしどしご応募ください。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力、からドキュメント5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。まあね、あのこのギャラクシー賞っていう賞にどれだけこう TBS がこう力を入れてるかっていうか、まあ、全局力を入れてるんですけど、 TBS がこうあの喜んでるかっていうのが分かるのが5月30日ね、そのウェスティンの、地下に会場があるんだけど、地下の一番でかいホールが会場なんだけれども、あのわざわざ牧用の控え室を客室に取ってくれたんですよ。一泊3万5千円の部屋ですよ。なありえないじゃん。
今までちょっとしたロケ行くのにも、あ、泊まるのはあの廃校になった小学校で寝てくださいみたいな、そういうそういうと TBS ってそういうとこですよ。もしくは穴を掘ってください。穴を掘ってあの中に焼いた石を入れて、お前が入って上から粘土質の土をかぶせて上からまた石をっていう、アボジリニーの食事かよお前みたいな、そういうあったかいから焼けちゃうよみたいなののでおなじみのね、まああれですよね、TBS がそこまでの、てかそんな金があるんだったら俺になんでハードディスクのついたプレステ2を買ってくれないのかがわからないですよ。すごく、それとあと坂津くんの攻略本も差額で買ってくれないのかがすごくわからないんですけれども、とにかくまあそういう部屋ですよ。そんだけの一流の部屋ですけれども、最終的にはそこが悪の巣窟になってるわけですよ。完全そこが拠点ですからね、録音拠点なんで。控室とは名ばかりですからね。控室って言い方ですけれども、あの映画 KT で大統領を襲うためにホテルにこうずっと入ってたやつみたいな、ああいうのとすごい似てるところですよね。まずはそれじゃあ当日のその部屋からですね、全てのストーリーは始まります。5月30日式典当日午後4時、式典開始まで1時間、ウェスティンホテル東京6階、移住員専用控え室。表彰式開始まであと1時間ですね。で、僕がもう、いただくことが決定しております、DJ パーソナリティ部門の受賞式は、全体のこう、中盤ぐらいになりますから、今から1時間30分後にはですね、あの素晴らしい名誉の盾を私はこう、胸に抱いてると。そういうことになるわけですね。で、今私がおりますのは、その授賞式が行われます世界有数の高級ホテルウェスティンの私専用の控え室でございます。まあ今私ホテルの窓際に立ってるんですけども、こうして窓からですね、恵比寿ガーデンプレイスはもとよりできたばかりの六本木ヒルズ、そして遠くにはまた超高層ビル群が見えてます。なんて言うんですかね、ここにこうして立ってるとね、俺もここまで来たんだっていう気持ちがこうグッと込み上げてくるんですよ。まあ、おむつ一丁の姿ですけど、おむいちですけど、ディレクターの柳沢くんが丁寧におむつをつけてくれましたよ。介護してくださいましたよ。もうこうなったら後には戻れねえんすよ。あ、なんつうんすか、名誉の賞を差し上げます、はいどうもありがとうございますみたいにはいかねえ、そういう DJ、 そういう風にはいかねえ DJ だからこそくれたんじゃねえのかと、 DJ パーソナリティ賞をね、あのズラどもが、ズラではないかもしれないけども、めちゃめちゃ自毛ですよ。めちゃめちゃ地毛の人が、おそらく地毛の面々がくれてるってことはすごい分かってますよ。言っときますけどね、今こんなすごい威勢がいいのはなぜかっていうか、飲まれないようにしてんですよ。もうなんかもうはっきりガロン単位で出します。ガロンで、ガロンで出して、こんな頑丈な紙おむつが炸裂するやつ出しますよ。ウェスティンホテルの会場が足首ぐらいまで、俺の尿床上浸水かみたいな感じまで出すつもりでいますよ。うんこ出ちゃった場合は俺はさらにすごい DJ ですよ。だって約束したのはね、おしっこなのにもかかわらず、あっちの方、固形の方がニョロリがね、でダジダジでお約束してるのにニョロリ出した場合にははっきり言ってランクアップですよね。変な話、縦2個くれって話です、僕に言わせればね、追加でくれますよ、おそらくね。とにかくあれですよ、やります、やる前にこの不安定な感じをどうにかしなきゃいけませんから、アドバイザーをお呼びしてますんで、ちょっとアドバイザーの方からいろいろアドバイスを頂戴したいと思っております。まあ今聞いてもらったのが、および私もここで聞いたのが、当日の、式典1時間前ぐらいですね、夕方なんですけれども、冷静に聞けるじゃん今俺で、
すごいテンパってるあのテンパってる時の俺そのものっていう感じ、あと不安定ね、あのニョロリじゃねえよって話で僕に言わせればね、ヒラリみたいな感じで言ってますけど、ニョロリってのは普通の言葉じゃないですから、理解しろっていう方がおかしい言葉ですから、ニョロリじゃねえし、オムイチとかオムイチとかニョロリとかお前の作った言葉じゃねえかよみたいなことですからね、いやでもね、あの時僕を支えてくれたのははっきり言う、まあ変な話、僕が賞とかいただけたのも全部スタッフのおかげですよ。ディレクターの柳沢くんがね、3万5千円のね部屋ですよ、部屋であのふかふかのベッドの上に僕をまず仰向けに寝かした上に、ももを持ったまま、まずあのスケツを出して、ももを持ってあの夏ストレッチみたいに上に上げてくれって言って、俺ねはっきり言ってあの時素直に従ってたけども、あんな人に肛門見せたことないよ。練習したの、あれ練習したの、おむつの当て方もうなんかね、あのすごい嬉しかった。俺がもし明日倒れてもこの子がやってくれんだと思った。この子が全部やってくれんだったら俺は入れますに入っとこうと思って、とりあえず入れますに入っといて少しでも迷惑が少ないようにしようと思ったよね。でまあ不安だしね、オムイチまたあのホテルの窓からオムイチで見てますからね、トライチでもオムそばでもなくオムイチの方で見てますからね、あの3万5千円レインボーチャンネルなしの高級のあのお部屋から。でまああのアドバイザーですけども、この番組を聞いてる方はもう、 もう分かったと思いますけども、あの、お正月のスペシャルでですね、渋谷の、スタバで、ね、568ミリリットルの尿を平気な顔で出した男ですよ。ここまで言ったらもう芸能界じゃあいつかあいつしかいませんからね。三國連太郎かあいつしかいないですから三國連太郎か佐藤浩市しかいませんから、親子でか、親子でこんなことやってんのか、またわかんねえな俳優の趣味はもう誹謗中傷もひどい話だよな、やった覚えねえっつうんですよね。まああの男です。タレント王子といえどもですね、尿のエキスパートといえば、尿漏らしのエキスパートといえば、おむつのエキスパートといえばこの方です。それではご紹介したいと思います。人前でしょんべんをダジダジ漏らさせたら日本一アンタッチャブルの山崎ひろたりさんです。どうもよろしくお願いします。あのね、はい、担当直入に言いますけど、どうしたんですか、何でしょう。すげえ不安なんですよね。え、すごい不安なんです、僕。ああ、そのおしっこを漏らすに当たってってことですねまあまあおしっこを漏らすに当たってでもね、それはやっぱ正常な考えだと思いますよ。お、ちょっと待ってください、あの渋谷のあの、はい、スタバで 568cc 漏らした山崎さんにしても、不安は当たり前。そうです、そうです。でも不安が逆に多く出すっていうのはありますからね。あ、逆に要はためようためようってなりますから。あ、その不安の席が切れた時には自分のね、やっぱね、フィールドが広がるっていうかね。鉄砲水だ、鉄砲水だってやつが来るんですか。すごい来ますよ。そのアドバイスを聞いてもう一つ不安なんですよ。なんですか。あの僕のギャザー、あのギャザーはど、あのちょっとすごく紙おむつ初めてしてんですけど。ああ、わかります、わかります。あのねいっぱい鉄砲水が来た時に、ええ、あのギャザーどうなんだっていう。これがね、あのね、やっぱね、はい、あの伊集院さん、おむつ業界やっぱ甘く見てますよねちょっと待ってください、どういうことですか、どういうことですか。僕もね、やっぱその伝説のね、はい、568を叩き出した時にあの記録を出した時に、はい、その時に、はい、もう俺スタバでもう正直、もうこういう言い方したらあれですけど、ええ、またパクられると思ったんですよ全部押収しちゃって、おロープちょうだいぐらいの、はい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 、もうそのダムが決壊したわけですよね、僕の中で。でも、はい、ビクともしませんからちょっと待って、いや、ね、ですけどね、ええ、一応説明書見ると漏れないギャザーとか書いてあるんですよ。いや、だからもうそれがやっぱ進歩してますよ、はい、いや、だけどね、漏れないギャザーってわざわざ書かれると漏れんじゃねえかと思うしいや違います、自信があるからこそ漏れないって言うわけですよ。そっか、そうですよ。あれがもしほぼ漏れないギャザーとだったらもう危ないですよ。それはたまにありますよっていうことですからそうですよね、漏れないって言ってますから、もしくはあの漏れないように作っておりますガザーだったらガザーだった場合にはやばいけど、ガザーのガの間ぐらいにクエスチョンマークでしょ、ね、ガテンテンテンザーだったらそれはダメです。
そういうのは買わない方がいいですね。もうネギ屋さんは大丈夫ですか。そうですそうです。あとやっぱり、ね、何度かな、15度斜め前、上半身があちょっと前、ちょっと前にかがむ感じです。かがむ感じがいいんですか。そうするとすごいここ腸が締められますから、はい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 、あんまり言っちゃうと不自然になりますからね、ええ、ちょっと前に、ええ、お辞儀してるのかなしてないのかなぐらい。大丈夫です、もらった時の受賞ですから。あ、完璧です。お辞儀はつきもんです。完璧です。むしろ反り返ることはないと思うんですけど、 むしろ前に行けば、はい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 、あその押し出しできっかけ与えてやる。そうです、そうです。で、あとやっぱそのこう言ったらあれですけど、ほら出てる時のやっぱ出すわけじゃないですか。はい、まあ、絶対出しますよね。出しますよ。その時にやっぱこう合図とかをね、はい、多少僕にいただけたらなっていうのありますよね、やっぱ。はい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 、やっぱこっちも見てる側ですから、はいはい、分かんないわけじゃないですか。伊集院さんが今どいつなんだと。出てる間は必ず、はい、手をグーにしてます。右手をグーにしてますから。グーの間は出てると思ってください。はいはい、はいはい、分かりました、はい、よし。あとね、最後に一つアドバイスです。寸前に、はい、コーヒーガブ飲みです。え、ちょっと待ってください。今僕水は飲んでますよ。ええ、コーヒー飲むとおしっこ出やすくなるんですよ。こういう効果があるの。あ、じゃあ水入れといて最後仕上げでコーヒー入れる。そうです。最後にコーヒーをちょちょって入れてあげるともうグワングワンきますから。そうなんだ。おしっこたちが。そうなの。あいつらが、あいつらがもうすごい祭りのようになりますよ。コーヒーさん来てくれた、来てくれたみたいな。そうそう、行きましょうよみたいな。歓迎歓迎みたいな。それ聞いといてよかった。だから寸前に入れてくださいね、ガバッと。もう一個お願いしていい？下の会場がそろそろ、ええ、要するに客入れが始まってるんで、あ、様子をちょっと見てしまう。あ、様子お願いできます。じゃ一発かましていきますよ、これ。はいはい、ええ、はい、ちょっと観察の方、はいはい、お願いします。じゃちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。はい、こうやって聞いてるとさ、こいつさ何をさ、もうすごい自信持ってさおしっこ漏らす話してるよね。あいつ野球かおしっこ漏らしのことしか人にアドバイスなんかできないじゃんか。めちゃめちゃきちんとしてコーヒー入れたらグワングワンきますからねみたいな。これでもかなりきってあるよ。だって他も聞いたもん。なんか伊集院さんあれですよね、風邪 OK ですよねみたいな話になってるわけですよ。剥いちゃダメですよ、剥いちゃダメみたいな。書いちゃダメったら書いちゃダメみたいな、剥いちゃダメみたいな話もしてて、剥いた場合にいつもと違うテンションで出にくいとか、いろんなことを教えてもらいましたけどね。よ、でもね、多分ね、あんなに熱い話をしてる人っていうのは静かなウエスティンでね、あの部屋だけだね。しかもそれがね、尿の話、おしっこをどう漏らすかっていう会議ってなってくるとね、おそらく東京都内のホテルで3軒だね。チュカチョロ専門のホテルとかあるんじゃない、六本木とかにラブホテルでも、ああいうとことかは話してる可能性ありますけれども、あれ以外ではほぼ話してないと思いますよね。いや、ほんとな。で、コーヒー飲めって言われたから、もう即ルームサービスでコーヒー6杯持ってきて、6杯っつって頼んで、あ、すいません、サインお願いしますみたいなこと言われて、スーッとサインしてからびっくりしたのが、コーヒー1杯800円とかするのね。何リットルあったら800円なんだよって話じゃんか、わかんねえけどもね。まあでも美味しかったよ。いいコーヒー、すごくいいコーヒーだったけど、800円のコーヒー6杯。俺あれすっげえわかんないのが、3万5000円の部屋じゃないですか。で、精算するときに、TBS で落ちるからっつって、後で領収書をもらっといてくれって、俺自分で精算したんですよ。で、したら、TBS で落ちるのは宿泊代だけで、飲んだ6杯のコーヒーの金は落ちねえみたいな話になって、俺が払ってんですよ、あれは。俺は、6杯は、これだんだんズバリ当てまにおうのヒントになってきますけれども、結構ギャラクシーホールに返してるんだから。かなりの量を開始してるわけですから、TBS もしくはギャラクシーの放送なんとか懇談会か、ウエスティンが少し持ってくれてもいいんじゃねえのって話なんですよ。どう考えても、例えば僕だってタレントですから、最終的にはこう税理士さんとかに領収書とか渡すわけですよ。コーヒー代って書いてあって、5000円って落ちねえべ、そんなの。ね、コーヒーって言うなら熱い相場手出してんじゃねえのみたいな話になるわけでしょ。コーヒー豆相場みたいな話になっちゃうわけでしょ。で、それから一つ言ってきますけれども、2時15分までズバリ当て間に用のファックスの方はどんどん募集してますけれども、ギリギリの方がデータは出てきます。当然、例えば山崎の参考記録っていうのが、これ僕何とも言えませんけど、スラッとボケていろんなこと言ってますけれども、山崎の参考記録としては 5、6%、この時他のメンバーが300台で99言ってる時の 5、6% だったです。ちなみにね。あと、それから水分の摂取的にはかなり飲んでます。
かなり飲んでます。ボーボー茶は飲んでないです。その売ってなかったんで、ボーボー茶いろいろ探したんですが、全然ね、エビスカイは売ってまで飲んでないですから、その辺はいろいろ考慮しながら、どんどん送ってもらいたいと思います。その0から9、10から19、ね、いわゆるこの、10ミリリットル刻みの単位でそこに正解した人、ね、正解した人全員にですね、カードを3枚あげますんで、差し上げますんで、ファックス番号東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 まで、2時15分までファックスの方をしてください。で、1個皆さんに素晴らしいお知らせがあります。僕ね、ここではっきりテンション上がったんですよ。僕よりバカがいたから、ね、俺よりバカがいいんじゃんみたいなことになって、ね、相当テンション上がったんですよ。で、だからかなり機嫌がいいんですけども、この後は5難続きです。トラブルに次ぐトラブルです。まあ、芸人にとってトラブルってのはおいしいよー、金満腹そっくりに言えばおいしいよー、顔金ですよ。美味しいけど味付けが濃い。ねえ、もう金満腹にはかなり美味しいよ美味しいよの連発になってきますんで、なんつったらいいのかな、あのね、聞いててね、あの俺泣いちゃうかもしれないです、ね、これもヒントになってますよ。泣いちゃってもしかしたらその分ミリリットル少し出てんじゃねえのみたいな計算はちょっとしとかないとやばいことになりますんで、一回 CM を挟んだ後はですね、なんつったらいいのかな、これ全部を一つのこう読み物として考えた場合にですね、すごくあのなんつったらいいのかな、あの不運な時代ですよね。順風満帆、不安な時期からやっとすごくこうあの元気が出て、でその後ちょっと不運な時期ですよね。だから野口英世で言うところのちょうど黄熱病にかかったあたりかな。いいことじゃん、この後ないじゃん、もう今までのちょっと元気が出たところでノーベル賞候補みたいなの終わりなの、もう俺なんだよ、もうただ俺の知ってるデータはドクター野口っていう漫画第三野球部書いた人の書いた漫画のみだから何とも言えませんけどね。まあとにもかくにもですね、こうやって生きて帰ってきてるんですからね、大丈夫です。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力、からドキュメント 5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。いや俺あんなとこだと思いませんでした。なんかすごい、もう綺麗にこうね、高さの椅子がピッチリ揃って並んでるんですよ、で多分あれ400-300ぐらいのかな、400-300ぐらいこうピッチリ埋まるような感じで、こうあのバックがこう青になってましてね、でそこの上にギャラクシー賞って書いてライトアップされてて、あのステージ上がるんだと思うとすごいなあ。あそこでだってね、黙ってくれる？喋ってるでしょ俺。俺喋ってないよねもうね。ずっともう聞いてるタバコをすごい見てるよね俺ね。大丈夫ですか？大丈夫じゃないよね。大丈夫じゃないですか？いやでもすごい賞をもらいましたねでもね。いやすごいっすよ。あんな名誉っていうか、もうまさに名誉って感じですもん。ああいうとこってあるんですね。なるんだよね。ああいう世界ってあるんですね。あるんだよ。式典だもん。式典。そうですよね。うん、そういうね。うん、いやすごいもの見たな。ただまああれでしょ。あの、はい。スタバの方が漏らしにくいでしょ。でもスタバ。いや。いやじゃねえだろ嫁ばっかり。俺あそこでやれって言うんだったら俺スタバで立ち取るのがいいですね。いや本当にごめんなさい、なんかごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺の求めてる答えじゃねえべそれ。もうふざけるって文化がないところですよ。いや本当に。ああそうなんだ、あのそれはもう存在しないですあそこの空間には。本当、あ俺すげえ今アイディアできた。鼻燃やしちゃおう。あれれれ、危ない、臭い臭い、燃えてますって。何そんなことしてんすか。ムカつくからじゃん。
ムカついたやつの鼻なんか燃やしちゃえばいいんだよ、そんな。なんで鼻燃やすんすか。鼻を燃やすのは何、匂いをかけないようにするんすか。効果的なんだよ、効果的なんだよ、鼻燃やすのは一番。あぶねえ、すげえあぶねえ。いやもう、ほんとあの、ゆっくり漏らした方がいいと思います、ほんとの。下手しらすごい静かだから、音聞こえちゃったら。危ないですって。鼻燃やされたことは黙ってろ、どっか行ってくれ、もう。これ俺の控え室だ。今何時？4時30分です。うわっ、あと30分で会場だ。じゃあ僕あの実況の方スタンバってきますよ。いってらっしゃい。行ってきます。これへこんだんだよな、うん、っていうかね、あいつの表情がなんかこうへこんだんだよな。あのバカだってやったじゃんっていう意識あったんで、すごい俺の中にはだと想像はつくことだよ。基本的に今考えればね、式典だってのは最初から分かってるわけで、でかい賞だって分かって、それを承知で乗り込んでるわけだから。だけどなんかね、でお腹も痛くなってたんだよね、ちょっとね。コーヒー入れるタイミングを少し間違えて、グワングワンがもう早めに来てたりとかしてんだよね。でいて、その時には会場の音取るセッティングとかでもうディレクターの柳沢くんがいなくなってるから、もうおむつを付け替えてくれるお母さんもいないみたいな感じで、ママンがいない感じなんだよね。でもう、ああなっちゃうとほっとかれて、おむつかぶれとかもできるでしょ、きっとそこから始めちゃったらできるから。それもブルーになってるしね。ただね、さっき言ったトラブル続きっていう話なんですけど、この次に出てくるテープのトラブルに比べればへでもないですね、この次のテープに出てくるトラブルっていうのはなんだろう、知ってるつもり沢村栄治編で言うなら、元あのジャイアンツの不摂出の大ピッチャー沢村栄治編で言うならば、沢村栄治は戦死しましたと。終わりじゃん、じゃあね、もう復帰ないじゃんそれじゃっていう、そういう感じかな。あと一個上、やっぱすげえぞ、ギャラクシー情報もう一個。TBS が撮ってくれたこの悪の巣窟になった、その客席、客室、いわゆるホテルの部屋の他に、専用のメイキャップルームっつって、その部屋よりも広い、なんつったら結婚式とかで言えば、親族が全部集まるみたい部屋を一個、その会場の横に借りてくれてるのね。で、この後のテープはそこでの僕の構成渡辺くんとのやり取りになるんですけども、あのね、ここにはね笑いがゼロだと思います。笑いがゼロで泡食ってる様子みたいのがすごくわかると思いますね。まあ沢村栄治はいかにしてですねその命を終えたのかっていうところですね。これまたあれですよ、ファックス送る時にもしかしたら、あ、そっか、結局志半ばでゼロかっていう話も、汗はどれぐらい書いてるみたいなことになってきますか、言い合わせでね。あともう一個言ってますが、ファックスは2時15分現在でついているもの、TBS はですねファックス何台かあるんですが、その自治体がバンク式っていうものになってますんで、かなり受け付けてきていても、受け付けていても、こっち側でいわゆるこう届いたはずなのに、最終的にこっち側でキャッチできないというか、あの時間が遅れてくるケースがありますから、これ生放送中に発表したいと思ってますんで、届いたものということで、急いで出していただきたいと思います。さあそれじゃあ、暗黒編です。午後4時45分、式典開始まで15分、ウェスティンホテル東京地下、伊集院専用メイクアップルーム。おお、渡辺来た、渡辺、渡辺、ええ、お前これちょっと見ろって、ええ、お前とハガキ選んだ段階と話変わってんだって。報道活動部門ノミネートのところに、北朝鮮難民問題に光を当てる一連の報道っていうの入ってんだよ。っていうことはだよ、この関係者の人来てるところで軽はずみにねえだろ、どう考えても。慢性慢性は絶対まずいって。マジでへこむな、マジでへこむのはこっちだから。今見て愕然だよこんなの。短い。もうね、渡辺くんの鼻を燃やす余裕もなしだね。僕は大抵物の分からないやつの鼻を燃やしていけばいいっていう風にね、親から教わって生きてきましたけれども、いやこれマジでびっくりしたよね、自分なりに。まあ俺ね、今考えるどうかしてた、どうかしてたのは、一番どうかしてたのは、これすごい冷静に考えてほしいんですけど、慢性っていう言葉自体は別に悪い言葉ではないじゃないですか。別におはようってのとハローってのと変わらないわけですよ本来は。で、笑い取れっかなみたいな。そんな意識ちょっと持ってたんですよね。そういう場じゃない、
本当なんかこうノミネート用紙みたいなのもらったさ、その1階の会場前まで行って控室こちらですって置いてあったさ。でそしたらさ、そこにさ報道活動部門っていう部門があるわけ。最初に聞いたのはテレビ部門と CM 部門とラジオ部門って聞いたら報道の部門もあって、でそれがこう、北朝鮮難民問題に光を当てる一連の報道、ね、この人はアジアプレスインターナショナルっていうところの人が、そのもし これは、ね、ラジオ DJ パーソナリティ賞はあらかじめこう出されてるんだけど、これは候補の人がみんな来てその場で最優秀が決まるみたいなシステムなんですよ。いるさこの人いるさ、あんまいい思い出ねえだろっていう、こっち側がそこでさね。で他にもね、なんかね、黒鉄と鈴木京香あの黒鉄って言うと二択になっちゃうからね、あの黒金博士の名字を間違えて読んでる可能性っていうのも少し出てくるから、黒柳徹子と鈴木京香だけしか目に入らない俺みたいのがいて、鈴木京香さんとは接点ないし、黒柳徹子さんはあんま分かんねえだろということで俺が何か細かいことしようが分かんねえだろみたいなことになってたんで、全然そういう話じゃないんだよね。だって CM 部門のノミネートの中にアテント入ってたらびっくりしたよな。だったらアテントにすればよかったみたいな、僕をつけてますよみたいな話でいると思ったんだけど、そんなね、いろんなことがこの辺で明らかになっていくわけですよ。でこっから俺兆候に入ったね。どういう風にクリアしていこうかっていうことでかなりの兆候に入りました。さあ、まああのこの CM 開けてからはですね、いよいよ式典の方が、もし僕が、近所のパチンコ屋に行ってフィーバーしちゃってない限りは式典の式典の方が近所でこれもいいんじゃねえかなっていう、マジンガー Z の両手がガチ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 って動いて、うわ来た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 みたいな、デレッテデレッテ、こんな高い確率のリーチでダメみたいな、そういう感じになってなければ式典の模様を応援されますんで、そちらの方ですね、僕は楽しみませんし、あ、僕も楽しみにします。それから聞いてる方も、そのリスナーの方も楽しみにしてください。ただですね、あのもうあれですよ、言っときます、僕これだけは言っときますけれども、ギャラクシー賞 の放送なんとか委員会評議放送批評懇談会のメンバーの方はですね、もうお眠の時間ですから明日ね、もうこの懇談会で遠足が急遽決まりましたから、殴り川に飯盒炊飯に行くことになりましたから早く寝ていただきたい。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力、からドキュメント5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。まあ、今のズバリ当てまにようということで、この5月30日伊集院光がおむつを取った時点でおむつの重さはどれぐらいになってるのか、まあ、正確に言うとおむつの重さから乾燥した時点でのおむつの重さを引きますから、そのおむつはどれぐらいですね、水分をキャッチしてるのかってことですけれども、まあ0ミリリットルって予想はないです。あのただね、1.1 リットルみたいな予想の書き方をしてると一応1100ミリリットルっていう風なノミネートの仕方になりますんで、細かいとこまで書いてくれてもいいですし、そういう書き方でも構いません。ただ2時15分の現在でこちらに到着したもののみが有効ということになりますんで、住所氏名、それから、年齢と予想尿量を書いてですね、東京0355629540、東京0355629540までファックス送ってください。当たった人、まあその、0から9、10から19みたいなその範囲の中に入ってた人全員に、深夜のバカ力から特製バカカード3枚を差し上げますということなんですけど、あのね、これちょっと式典開始のテープ行く前にちょっとね、気になることっていうのがあって、で、これ一つ言ってきますよ。先週トロフィー砕いてプレゼントしようかなみたいな話したじゃないですか。35歳のまあラジオ DJ、それからですね33歳プロデューサーですね、揃って怒られるという揃って怒られるっていう、それもすごく分かりやすい、なんていうのかな、長いんですけど、まあ分かりやすく表現すると、こらっていう感じのこらっその口かっていう、ほっぺをギューってされる感じのね、される感じの怒られ方をしましたんで、砕きませんね、あの要するにあのでまたすごい大人げないこと言うんだもん、砕かねえって言ってんだよ、これもう砕きませんって言ってるのにもかかわらずね、いや砕くんじゃねえかと、だから何ヶ月かに一回見せろって言うんです、見せろトロフィー見せろって言うんですよ。なんだそりゃと思うんですけど、見せろ命令なんですよ、参勤交代みたいもんですよ、そういう意味じゃ。砕く
砕かないけど、これ今前トロフィーありますけど、こうやって俺が汗で抜いてこうやって怒って砕けたりした時は俺のせいじゃないし、なんかね、俺よりエクストラポイントで池田プロデューサー怒られてるらしく、今を外した時の顔が先週と全然違う。プロデューサー2時です、ね、2時ですか、大丈夫です、2時ですから。だけど分かんねえように削ってはいます、分かんないように、あのガラスの違うんだ、ここのシーンが分かってないのは、俺は言っとくけど、その周りがやきもきしてるだけで、ギャラクシーを選んでくれた皆さんは俺の真意を捉えてると思いますよ。要するにこれは一人で撮ったショーじゃないから、みんなで分けるのが筋だろうと思ってるから、こうやってここにありがたくすごく大事に置いてますけど、その置いてますけど、そのなんていうのかな、あのなん砕くっていう言い方変です、分けたい分けたいっていうことなんですよ、ね、だけ大事には過ごしますけど、なんで僕がこうやって持って持ち上げるために池田プロデューサーが立ち上がるのかがすごく分かるんです。リモコンで動いてるじゃないですか、これリモコンなんですかね、これはね。で、あのそういう気になることがあったんですよ。でね、大層立派なトロフィーをいただいて喜びさんで帰って、でもう家でもね、すっごいみんなに自慢ですよ、ね、今日までどこにあったのか分かんなかったんですけどもなんかしたらこれ、ディレクターの柳沢君のバッグの中に紛れてたっていうことが分かったんですけれどもこれなんですけど、今日ねたまたまその TBS なんか起こったフライデー見たらね、鈴木京香さんがそのスリットの入ったなんか真っ赤なロングドレスで着てた、俺を脳殺しようと、俺んとこにチラ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 さ、老け顔だけどお嫌いじゃないんではなくてみたいな顔でまたもうね、あのやってたと俺は思ったんですよ、ね、俺はそうキャッチしたんですよ、ね、もうそれがその熟女界ではロリータみたいな感じの、まあ、音波をすごい送ってきてたんですけど、それがフライデーでファッション的に取り上げられたりとかしてるんですよ。俺の方のファッションはインナーにすごい気を使ってたから外は普通のスリーピースでしたから、ね、インナーまで見てれば絶対俺が注目の的だったんですけれども、アウター的にはそんなにね、派手なものではなかったんで、スリットも入ってなかったんですよね、スリット入れたら大惨事って話ですか、そういう意味では。でね、フライデーに記事が載ってんですよ。で、鈴木京香鮮烈桃チラセクシーとか書いてあるわけですよ、ね、俺の方の放尿セクシーの方は書いてないんですけど桃チラセクシーが書いてあって、鈴木京香さんがこのギャラクシー賞のトロフィーを持ってるか書いてあるんだけど、形が違うのよ。京香モデルの方がなんか俺のやつはなんか変、これ難しいの作ったの、これなんか放送批評懇談会のすごい偉い人なんだよね、偉い人が自分でデザインしてなさってるんだよね、近代オブジェみたいに作ってる 人なんだよね、岩田いとこ様っていう、で今回クライネディフさんは岩田いとこ賞だもんね。これはまたこれですごくシンプルかつまた斬新でね、こういい感じなんですよ。でなんか例えば、他の芸術作品に例えるのもなんですけれども、ロサン人の焼き物もしくはアイスクライマーでアザラシが持ってきて人が掘ったとこを埋めちゃうつららみたいな感じのガラスできたやつなんですよ。人がせっかく掘ったのにギリで掘ったと思ってちょっとあの助けに行こうと思ったらピンクの方を助けに行こうと思ったら埋められちゃったみたいな感じの形の、まあ、芸術性を誇ってるんですけど、強化のやつはその上に水晶玉みたいのがついてるんですよ。で水晶玉の部分がコンってやったらボキッて折れそうなんですよ。すげえ分けやすい、強化のやつの方がすげえ分けやすいというすごい気づいたんですよね。これでも明らかにこっちの方がいいじゃん、でけえじゃんかよ。黒鉄の方が、黒鉄のやつ、黒鉄もっとすげえの、黒鉄のもっとすごいの、俺もっとすごいやつ欲しいわ、もう。じゃあ来年もらおうって、もらえるわけねえじゃん、こんなことしてて。一生もうもらえねえよ、んなのもう。だってそんなこれよりでかいのもらった場合はニョロリだろ、どうせニョロリやらなきゃダメなんだろ。ニョロリをもう義務でやらされるんだろ、それもう15キロ。一日で。無理無理、そんなの無理だから、もういいですけど、もう一回のことをすごく思い出にしまっていきますけども。それでまたね、ギャラクシー賞のなんかその選考基準みたいなのがあるんですよ。ギャラクっていうギャラクシー賞のとこ出してる雑誌。それを見たらギャラクシー賞の個人賞でテレビ部門を鈴木京香が取ったって書いてあって、その記事がね、鈴木京香は黒い10人の、ね、連続ドラマの、熱烈中華飯店などテレビでの活躍が目立ちましたが、とにかくトーマス・エッチ・クックの小説をドラマ化した、これなんていうの、何色の記録って読むの、糸編に
あらざるみたいに書くやつ、これ赤でいいの、赤色の記録、赤の記憶でいいのの演技が圧巻。大人の女性の色化を放ち、しかも、どこか、清らかで神秘的なとこを合わせ持っている主人公を見事な演じ、彼女以外では表現できない素晴らしい演技力を持ったって書いてあるんです、演技力だったって書いてあるんですけども、考えてくださいよ、スリーピースで大人な、大人すごく大人なんだけども少年の心を股に持ちですよその上ドス黒い反面みたいなちょっと客席、客室に帰ればドス黒い感じになってるっていう、その3種類の演技を使い分けた俺に対しての評価はいつ出んだってことなんですよ。あー出んのかな、干されるっていう形でもったいないから干しちゃおうみたいな形で出る可能性は濃いんだ。そっかそっか、さてさて、さてさて、放送批評懇談会の皆さんですね、明日は朝4時集合で八ヶ岳の方でキャンプがありますんで、もう寝てくださいね、起きててもダメですよ、ね、それからあとホリプロの関係者の方もですね、お休みになってください。明日はもうあのホリプロは、朝からですね、軍隊式トレーニングの日ですから毎月下一桁に 1,2,3,4,5,6,7,8 がつく日は軍隊式トレーニングの日ですから、軍隊じゃん、じゃしかも10日だからないじゃん、まあ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 、いよいよ式典開始です。さあ、まあまあ式典が始まって、さらにその式典の中で30分ぐらい後に僕のこうショーなんですけど、式典が始まると僕はその式場に入ってこう大勢の席の中にいるわけですよ。でね、僕前から2列目ぐらいやったかな、これで、しばらく左の方に教科がいて、教科がもうずっと私を見てパピヨーンみたいなやつを俺にだけもうガッツガツに送ってきてるじゃないですか。それに対して黒鉄が嫉妬の炎でキー夜の鉄子の部屋に起こし遊ばしみたいな感じのすげえ空気出してるっていう。でして俺はその二人の色気に目もくれず、漏れちゃう漏れちゃう、出したいんだか出したくねえんだかみたいな時間を過ごしてます。さあそれではですね、いよいよ式典開始でございます。午後5時、式典開始。お待たせをいたしました。ただいまから放送批評懇談会創立40周年第40回ギャラクシー賞贈賞式を開催いたします。式典の開会にあたりまして、放送批評懇談会理事長志賀の山崎マイクです。今会場に入ってるんですけれども、一言で言うと、やばい、間違いないです、間違いなくやばいです。ですね、あの声の出せる限界の声がですね、あのこのぐらいです。ちょっと小さくてすいません、あのこれ以上で大きく喋っちゃうと周りに迷惑がかかるぐらいですね、あの神妙な場所なんですね。はい、やばいな、なんだこの空気、こんな、なんだここ、あの600人がね全部黒いんですよ。で600人が全部硬いんですよね。硬いな。午後5時35分、ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞表彰直前。確かにあの我々っていうのは日常を普通に生きちゃってると、被害者側に立つとか加害者側に立つとかそういうような発想とか感覚なく生きちゃってるけれども、それはもしかしたらある日突然降りかかってしまう。しかし古舘さんの10日硬いな。いやそれにしてもですね、正面する人の身にもなれよ、文字なんかこう正面トークみたいな感じやってくれればな。二重さんも行きやすいんだろうけど、その中で毎回毎回作り続けていくエネルギーっていうのはどこから来るんですか。まあエネルギーといいますか、やっぱりこの空気なんだろう、ああ喉乾いてくるな、ここいると。それほどエネルギーを使うというよりは楽しく仕事をさせてもらってますね。ビジュアルとか視覚刺激がどうしても派手でメインになる世の中で、
とにかく耳で聞いてイメージを脳内に膨らますという作業ですよね、ラジオドラマ。そうですね。このままじゃ無理だよ、これノーション面だよ。難しいことが多いので、それはもう毎週毎週勉強させてもらってる感じですね。そうですか。やっぱりね、賞を取る方って謙虚です。取ったぞみたいな全然ないです。ないですね、余裕ですか。はい、でもお三方本当におめでとうございました。ありがとうございました。毎日放送ドラマの壁選択チーム、まあ拍手も硬いな。オペラだオペラ。あのラジオと言いますと当然言葉が勝負、はい、言葉が勝負ということはつまりおしゃべり、おしゃべりが命ということは、しゃべっているパーソナリティのえまさに個性と言いますか、はい、やばいやばいって、こんな空気のまま無理。ラジオはパーソナリティなんて言いますか。え、はい、そこで今年の DJ パーソナリティ硬いんだって、古田さん硬いんだって、その振りが。午後5時38分ラジオ部門DJ パーソナリティ賞表彰。うわドキドキしてきた、スタジオスタジオ俺なんか条件反射でおしっこ漏れそうになってきた、出さなきゃいけないような気してきた俺。いやまあね、この硬さ、山崎君の名言ありましたね、オペラの拍手ですよ、オペラのオペラの拍手。ちょっと笑い入れてもユーモア、ユーモア、なユーモア滑りってあるでしょ、なんか分かんないけどハッハッハみたいな、あれですよあれ、ハッハッハ、あれが出んですよ、あれが出る上にまたなんかさすごいダブル司会なんだね。一番最初式典の開始を告げた人はその司会の人で、さらにその司会の人が古舘さんと長野智子さんを二人紹介していよいよ本編始まりみたいな。それで一番最初 CM 部門があって、で CM 部門もなんか博報堂なんとかマーケティングなんとかのなんとかなんとかのすけなんとか二世なんとかですみたいなやつが来てんですよ。それでいてすっごいですねみたいな感じのこと言って、でさらにはそのラジオもなんか、俺今まで見たことあるディレクターとかプロデューサーとかあれじゃん、あのガラスの向こうのさ、ね、うすらバカじゃんか。だからね、もうなんかさ違う世界の人がいっぱい来てたね、なんかねすごい来てて、ほんでもう山崎は喉乾いてるかもしれませんけど、俺はむしろもうなんかね、あれね、おしっこすっごい我慢してるとすっごいしたいのに出せねえって感じなところ、なんか出したいんだか出したくないんだか、どうお前どうなのみたいな感じになってくる、見せるブラみたいな、見せたいんだか見せたくないんだかすっごい分かんない感じの、なんかもうわけわかんねえテンションになってるし、頭の中ではどういう風に言葉を盛り込もう、やることいっぱいなんだよ、もうなんか上から下から出さなきゃいけねえみたいなことになってる状況ですよ。で、あのここからがもう決着ですから、引っ張りますか、ちょい引っ張りで曲です。オレンジレンジでキリキリ舞い。さあ黒田、今のが伊集院さんを送る10カウントゴングです。亡くなりました、伊集院さんが死んでしまいました。本当にいいファイトを見せてくれた伊集院さんでした。心の中には伊集院さんの面影が残っております。それでもよかったかな。というわけでここで、2時15分を回りましたんで、ズバリ当て間に王の方の応募は締め切りです。ここまでに到着した分の中からですね、いわゆるこうあの範囲に入った、正解範囲に入ったものが、方が、全員当選という形になります。いやでも今考えてみるとすごいのが、このメインの表彰っていう瞬間が始まってちょっと押しだったから30何分ぐらいですよ。だからその僕がそのホテル入ってからここまでなんで1時間30分ちょっとなわけじゃないですか。それ番組始まってから1時間16分ということはほぼリアルタイムで流せたなっていう、退屈ですけどね、別にホテルおしっこしたくてうじたばたしてる人だけですから。でここからもうまさにそのインタビュー、表彰で呼ばれてインタビューのところに流しますが、とにかく僕は2つのことを抱えてます。一つは早坂義恵人生変えちゃう夏かもね慢性の3つをクリアすること、でもう一つはですね、おい下の口の方はどう言ってんだっていう
まあまあエロジョークですよね今のはね、いわゆるねまあまああのチンポーコーから業界用語ねチンポーコーからね、あのどれだけおしっこが出るかっていうのをやってるわけで、これ両方とも皆さんも聞き分けるのはすごく難しいです。マルチタスクで2つの CPU で動いてますから、びっくりしますか、ペンティアムでもサーバー用のやつですからね、あので動いてますんで、2回流します。1回目はまさに言葉のチェックをしてください。言葉のチェックです、要するにちゃんと入ってるから言葉のチェックで、2回目は山崎の実況付きで、どれだけ伊集院光は手をグーにしてるか、要するに出てんのか出てないのかっていう、その2回分聞いてもらいますんで、男の死に様を伊集院さんっていたなっていうね、いたな、あの人今どうしてるのかななんて、みんなで言えばこう、みんながすごく僕の年ぐらいになす時にね、あー伊集院光っていたな、あいつどうしてんのかななんて言うと、絵的にはずっとそれがこう、フェードインフェードアウトっていうんですけどね、皆さんが都会で子供を抱きながらね、こうあのやってる過程がスーッとやると、ガッチガチに凍ったオホーツクですよガッチガチに凍ったオホーツクの昆布に巻きついた水死体ですよもう力強き利尻昆布にね、体中をぐるぐる巻きになって一瞬だけプカって浮いたけれども沈んで、上にまたその流氷がガチってはまって、もう出ねえべみたいな、そういう絵になって、カニのアップからまた家庭の鍋の中のカニみたいな映像の、そういう思い出にしていただきたいということで、その瞬間がやってまいりました。午後5時38分ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞表彰。さて、あのラジオと言いますと、うん、当然言葉が勝負、はい、言葉が勝負ということは、うん、すなわちおしゃべり、そうです、ね、おしゃべりが命ということは、しゃべっているパーソナリティの、うん、まさに個性といいますか、はい、もうその人間性に関わってくるわけですけども、よくテレビはキャラクター、ラジオはパーソナリティなんて言いますよね。あ、そういう区分けをしますよね、はい、そこで今年の DJ パーソナリティはこの方に贈られます。池田ディレクターが、はい、あ、サードをやったんですけど、ええね、あの多分ね、野球肉を切らせて骨までしゃぶらせるサービス精神でリスナーを魅了、人間性全開の報復 Z トークは今やラジオの財産です。伊集院光さんです、どうぞ。おめでとうございます。いや伊集院さん、名前を呼ばれてパッと壇上に上がってきた時に、はい、何を小芝居やってたんですか。いやなんかこう、こういった賞をいただけるっていうことは聞いたんですけど、その段階よりもなんかこう、この受賞の瞬間までいろんなものが溜まってきちゃって、今一気に出たっていう感じに、また出てるっていう感じになんかこうなりました。やっぱりラジオ番組をずっと地道に好きでやってこられて、はい、スタッフの皆さんと本当仲間内だけで作ってきて、はい、でこうに栄えある賞をもらうというのはちょっと想像つかないぐらいな高揚感があるんでしょうね。じゃあそうですね、なんか特に僕内弁慶なラジオの時は調子に乗ってやってるんですけど、こういうなんかこう晴れやかな舞台で褒められるってことは、実はリスナーから褒められてもあんまないですから、どっちかというといじられる、突っ込まれるっていうケース多いです。そうなんですよね、いやでもちょっといいですか、はい、ちょっと柄にもなくなんですけど、一応今回今聞いてもらったの日曜日の秘密基地っていう番組でいただいたんですけど、もともと最初は、日本放送の、オールナイトニッポンっていうのを二十歳の時やらせてもらいまして、で、この時覚えてるのが最初にかけた曲が、西田ひかるさんの、人生変えちゃう夏かもね、で今度大出かないと日本放送やらせてもらって、これが最初のゲストが早坂芳恵さん、なんかすごい覚えてるんですよ。でその後、今もやってます TBS ラジオで深夜の、深夜のバカ力っていう番組ではイベントに人が集まりすぎて、慢性警察から
お叱りを受けたりはいろんなことやってきたんですけど、うん、なんか日本放送で基本を叩き込んでもらって TBS で自由にさせてもらったみたいなところがあって、うん、このショーっていうのはなんかこう全部にちょっと感謝したい。いやなんかもうダメだ、止まんない、よかった、本当止まんないです、はい、よかったですね。もう今日一つの節目ですね、こうなるとね、はい、ね、なんかもうなんか怖いもんなんもねえみたいな感じで、これで安心しちゃダメですよ、はい、こういう流行る賞をもらってから安心して落ちていく人多いですから。あ、そうですか。こっからまた上がんないとね、なんかこういうことどこで調子乗りすぎてお前何やってるみたいな怒られちゃって、そう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 、じゃあちょっと謙虚に、はい、謙虚に謙虚に謙虚にね、はい、ここがピークで終わらないように、いやいやもう大丈夫だと思います。さらなる活躍をお祈りしております、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。会場リポーター山崎さんの副音声付きでもう一度お聞きください。そこで今年の DJ パーソナリティ、いやちょっと待って待って、無理無理無理、ちょっとやばいよやばい、あー来ちゃったよこれ、この声、この声絶対あの人だもん。大丈夫大丈夫、えちょっと、うわ、立った立ってる立ってる、石井さん立ってるよ、え いきなりガッツポーズでグーしてる、グーを高らかにやる、出してる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 、両手出してる、まだグーまだグー、依然グーよ依然グー、あ止まった止まった止まった、終了終了、すげーすげーすげー、名前呼ばれて一気に放出だよ。あ、グー、またグー、またグー入った。まだ残ってる、まだ残ってるよ。今、あ、グー、グー、グー、今グー、今グー、出してる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 。すごい、すごい。今休憩、今休憩。小芝居の方じゃないんだって、俺たちさん。今まだパーよ。まだパー、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 パー。すげえな。出してる、出してる、出たった瞬間にグー。出した出した、たまってるもんの、ションペンだションペン、古田ちゃん喋ってんのにグーはまずいよ、グーはまずい、今古田さん喋る分だけ出したみたいな感じになってるんだ、これずっとくなるな、今もパーね、やっとネタ相当出したよ、これは出したね、リスナーから褒められてもあんまないですから、そちらでいじられる突っ込まれるっていうケースが多いです、今だって普通に喋ってるけどさ、ちょっと締めっぽいんじゃないの、したすげえ、今日本当に日曜日の秘密基地という番組でいただいたんですけど、いやそれもネタ切れだろう、全部出したよこれ、出るもんだねこれで、最初にかけた曲が、西田ひかるさんの人生変えちゃうなさ、で今度大手行かないと、今モジモジしてきどっちなんだろうな、これ私のゲストの早坂芳恵さん、なんかすごい覚えてるんですよ、でその後違和感があるのこれ、なんか落ち着きないよなこれ、もう思わせんだろうな、たまにイベントに人が集まりすぎて、いやよくやった、この人は本当にションベンキングだよ、日本放送で基本を叩き込んでもらって TBS で自由にさせてもらったみたいなことがあって、このショーっていうのはなんかこう全部ちょっと感謝したい、いやなんかもうダメだ止まんない、あ、じゃあ出てくれた、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 ずっとくれよ、止まんないって、止まんないってあれでしょ、なんかもうなんか下の方のギャラクシーでしょ、だって出た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 、終始食うよ、今のとこずっと食う、長い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 、俺たちは喋ってんな、パー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 、あ、またくまたくまたく、すごいパー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 、止まった止まった止まった、まだあんの、まだあんの、おめでとうございます、グッパーグッパー、何これ、グッパー来た、グッパー来てる、グッパー出したり止めたり出したり止めたり、グッ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 、さりぎわグッグッパーグッパーグー、ずっとグー、今出してる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 、ずっと出してる、あ、席ついても出してる出してる、すごい出してる、あ、すごい天才だな、あの人てか半分以上グー、いや4分の3グーだ、古舘さん喋ってんな、すごいぞこれ、いや大丈夫かな、えそれでは参ります、毎日放送情報ラ
毎日放送。受賞されるのはラジオ局制作報道センター主任ラジオ千葉武さんでございます。千葉さん来たよ。千葉さん、千葉さん、千葉さん、千葉さんが入ってるよ。受賞者はキャラクターの本体清です。これどうなんだろう、千葉さん言ってんのかな。俺あるよこの流れ。相当グーだもんだって。戦争童話集伊集院さんまだグーなのかな。こっから確認できないんだよな。グーがグーでもグーくせえな。なんか肩がブルブルとあれかな、わかんねえな。でも出る人出る人グーだぞこれ。格変やるだけのことはやりました。やるだけのことは私やりました。おそらくこのトロフィーは返すことになる可能性が大ですが、私はやるだけのことをやりました。麻生警察の話もしましたし全部やりました。おそらく大体このグーになってる長さとかを、言葉で判断しながら自分の予想が当たってるかどうか考えたと思いますが、これで終わりではありません。まだ残ってます。そうです、お楽しみのあれが残ってるんですよ。正解発表と、この日史上最大のトラブルがまだ残ってます。まだあります。トラブルは CM の後で。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力からドキュメント 5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。いやなんかね、手前味噌で申し訳ないけど俺ちょっと泣けてきた。なんかわかんないけど35のね、大人がですよ、おしっこ漏らして泣けてきたっていう意味は普通は悲しくてじゃん。俺なんか充実感でいっぱいだ。なんかわかんないけどなんかすごい来てる今。俺すっごい改めてね、来てるね。なんていうの、素敵な言葉言おうか、涙腺にも漏れないギャザーが欲しいぐらい。そんなに素敵じゃないのが不思議だよね。いやめちゃめちゃ呼ばれた途端にお腹痛くなってきて、で立った時にやべえ一歩歩けないみたいになっちゃったの。でとりあえず壇上登ってこれとりあえずお辞儀したら、お辞儀したら出るって言ったじゃん。お辞儀したらマジでうんこでそうになってチョキ出さなきゃみたいな感じになって、やっべえこれと思って、これはやべえと思って、で戻しかけのところで、なんていうのかな、田舎の井戸組むのと同じじゃねえの、あれ。客席にお辞儀、審査員にお辞儀みたいなのやってるうちに組み上がってきたんだよ、学校学校。そこで思いっきりガッツポーズよ。そしたら古舘さんの方から小芝居って言われたけど、小芝居とかじゃねえっつうの今。俺一世一代のことになってるよと思いながら、でトークとかもよく聞いてると俺古舘さんと話してないね。基本的に分かってくれ、俺は出してるんだって話しかしてないね、クリア以外ね。なんかね、いや俺ねほんとなんかねよくやった。ただ問題一個あるんだよ、後遺症残るんだよね。なんかね、尿意に対して抵抗しない癖みたいなのがついてくるんだよね。尿意に対してって、あともう帰った時は一歩一歩出ちゃってっからグーパーグーパーになってるの。もうなんかちょっとくるじゃダジとちょっとくるダジダジダジってなってるよ。なんかダジダジいっちゃってるのよ。で座るのが中腰じゃなきゃ座れないのよ今度。キープってっからキープってっから中腰しか座れないから、なんか椅子合ってないようなもんやんか。でそれでちょっと腰とか動かすとまたギャザーのところが怖えし、またダジリダジってくるの、ダジリダジリしてくるんだろね。でこの後びっくりした、俺もこんなドラマが俺を待ってるとはっていう。あのね、なんだろうな、今までの偉人だとでエジソン物語で言うならば、エジソンが晩年にほらいろいろ蓄音機とか発明したのは有名だけれども、あいつクマンコちゃんっていう名前のおもちゃ作ったやつじゃん、あいつね。あれ作った時の話みたいになってるよね。作ってないと思うよね。で今のはギリギリですよ、商品名ですからね。全然ギリギリです、踏み越えてないです、踏み越えて当たり前ですよ、踏み越えるわけがないです。さあそれではですね、壮大なドラマがまだ一つ残されてます。びっくり。午後6時30分ウェスティンホテル東京6階伊集院専用控え室。おー山田、
はい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 すごい俺すごいでしょすごい俺マジで今すごいと思う天才俺本当にすごいと思うもうちょっと褒めてすごいなんかすごいテンション上がってるすごいもうなんかねびっくりしたずっと切り回してた俺で台の横のところでガッツポーズしたじゃんか、はい、止まんねえもう止まんねえ古田さん何言ってるか分かんねえもう分かんねえもう全然いや奇跡ですよあのあれですよあのハガキの関門も全クリアですからね全クリな上に日本放送に対するお弁ちゃんも入ってるからね全部言ってるからねあんたすごいよよっしゃーよしよかったこの勢いで行こうぜノーベルの執行賞この勢いでパーティー行こうぜパーティー行っちゃうパーティーでもパーティーでもパーティー行っちゃえばいいじゃんパーティーでもないつもりだったけどパーティーでも達成はいいじゃんだってお前の何5パー6大幅にクリアしてやるよ多分ね今でねおそらくね700はいってる俺の感じで700行ってっからパーティーってすっげえやついっぱい食うからあそこで立食だから、食って出して食って出してしてまあそうっすよねあそこでできてるんだからパーティーでできないわけないですよねリットル超えるよリットル超えるよ絶対リットル超えちゃうからリットルリットルお前ついてこいよわかりましたこのまま食えるからいけますもう今のね伊集院さんに僕ついてきますよついてくるだろこの人についていかなきゃ誰についていくんだって話になります俺分かったもう絶対徹子と話しながらあどうも徹子さん不思議発見だちょろ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 行くぜ俺言っとくけど出たおしっこ発見ねおしっこ発見のね面白くないけどそんなこと気づかない関係ない今とは関係ない今は関係ない午後7時ウェスティンホテル東京地下パーティー会場あ、どうもです。ありがとうございました。一番嬉しい賞。一番嬉しい賞いただきました。喜びのガッツポーズも出ましたんで。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。あ、ホリプロの社長。あ、人力車のアンタッチャブルの山田です。いつもお世話になってます。はい。よろしくお願いします。今後とも。よろしくお願いします。またぜひ。どうもです。今もう出してるからね嘘当たり前じゃん当たり前じゃんえ握手の握りですかもしかして握りで出してるからああどうもですおめでとうございますありがとうございましたいやこれ良かったですよガッツポーズでしょガッツポーズねあれにはすっごい深い意味があるんですよ斉藤さん、はい、月曜日の深夜の放送聞いてください、はい、あのガッツポーズにはものすごい意味がありますからありましたどうもありがとうございますどうもどうも引き続きお願いします今のが、TBS の斉藤局長です、はい、あの局長にもご挨拶の方はされました当たり前ですされましたねだけどちょっともうエンプティー気味なんでちょっと山崎君悪いんだけど飲み物の方をさ女性との挨拶みたいな女性との挨拶みたいなやっぱり長野さん司会お疲れ様でしたどうもすみませんありがとうございましたなんか本当に嬉しそうでらっしゃったんでもうなんかね司会やってる側もなんか嬉しかったですよ今もそうなんですけど、止まんねえって感じでノンサッパって感じになってるんで、これからもよろしくお願いします、はい、どうもこれからさらに先ほども言ってましたけど、はい、これがピークじゃなくて、はい、本当に頑張りますもうピークじゃないですよもう全然ずーっと続いてますからもう、はい、お願いします、はい、ウィストですおめでとうございました、はい、いやー今長野智子さんですよ司会のいや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 挨拶中に言葉に入ってたでしょやっぱり引っ張り返ってたんだ当たり前じゃないですか伊集院さんおめでとうございますはい伊集院さんの後に番組やってる B ジャンクの山田隆史ですあーどうもですどうもですだからちゃんとお会いするの初めてで何度かあの名前を出していただいたいや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 なんかこんな可愛らしい人だったんですねでもでもいや本当ですよ本当です私伊集院さんに以前もご挨拶したことあるんですいやなんかねその時のねあの印象とまた違います僕の頭の中残った印象よりもじゃあ少し垢抜けたのかもしれませんかとんでもないですまたこれからもよろしくお願いしますありがとうございます山田隆史さんああねえ今大丈夫ちょっと待ってちょっと俺のちょっとももの付け根をちょっと触ってみてあんま慣、ま、れないよ聞こえるんですねいやいや怖い待って伊集院さん湿ってます湿ってるじゃないごめんなさい濡れてる今あのスーツが濡れてるえ嘘嘘今山田さんに挨拶した時に右キャザーが超えちゃったオーバーベースキャザーこれパーティー撤収ちょっと待ってくださいねすごくさい7時20分ウェスティンホテル東京6階
伊集院専用控え室。すいません、パーティーも竹縄でございますが、はい、お部屋の方に帰ってまいりました。外さないとまずいです。外さないとまずいですね。計測のようにお願いします。いや、脱ぐのも焦っちゃダメですよ。ね、なんであんな太い線入ってんのそいつに。うるせえ。今あの山さんもう状況変わってるから、またちょっと俺落ち込んでるから、テープが大きくなってるんで。全部で4個マジックテープがあるって話したよね。はい、今から剥がす音聞かせるね。まず右からね。まあ、はい、うん、一つね。はい、で右の上ね。はい、二つ。これ全部外れたんだ。なんで？あと二つちょうだい。右見さん。ああ、もう外れてんだ。なんだろうなんだろう。そういうシステム？はい。もうすでに剥がれの方は乾いたおむつと、それからそれが入ってるこの袋の分は、はい、引いてあります。引いてある。マイナス134g出てますから、出た数字がまんま。まあその。おしっこ、もしくは熱意ですよね。ああ、そっちの方がいいな。ほとばしる情熱の、はい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 、情熱の重さですね。あの、見届け人のですね、はい、山崎さんの方から、はい、情熱の重さの方を発表していただきたいと思います。わ、はい、かりました。それでは後で編集でドラムロール。まだ見ないでください、まだ見ないでくださいよ、はい、見ないでくださいよ、はい、今きちんと乗りましたからね。 OK なら言ってくださいね。まだ見ないでくださいよ。はい、それでは数字をご確認ください。はい。嘘。言いますよ、はい、言いますよ、はい、情熱の重さ、はい、1175g。 嘘、超えてました。何違う、じいさん違うわ。なんで悲しいんだろう、すげえ。1000超えたのにさ、山が56%で俺1175ってことはさ、王選手の記録で言えば俺1500本以上ホームラン打ったことじゃんか。あー、なんか超えちゃった気がすんだよな。いけない線超えちゃった気がすんだよな。だ、すっごいいいことあった。1個だけすっごいいいことあったの。俺、家出る寸前まで持ってくる予定のスーツが灰色だったの。それを出る寸前に黒に変えたの、カミさんに言われて。灰色だったらみんなに分かってた、絶対分かってた。黒だからよく見ると太い線入ってるんだけど、ションベンキングだったのにな。ションタレじゃん、ションタレ。あん時油高子さんにあんなお辞儀しなきゃよかったんだって。あんなさ、俺一回会ったの忘れちゃってたんですごい一生懸命感じちゃって、すごいどうもどうもみたいなやったら、どうももうできたんだよね。俺はションベンキングっていうニックネーム好きだって。ベンイキングみたいとかあるから、スタンドバイミーみたいとかあるから、なんだろう、おしっこ漏らしだもんね、単なるね。そのおむつみたいな限られたフィールドでなんか安全圏でなんかこうさ、やっていいことをやってるわけじゃない。まあやっちゃいけねえことだけど、それも破れちゃダメだよ。おむつ会社の名誉のために言っときゃさ、動きすぎなんだって。だってあれ介護とか受ける方のためのもんだから。ちょっと俺だってそのホテルの自分のあの何あのアジトから来るときスキップとかしちゃったもん。スキップとかスキップしちゃったもんな。あれはもうすげえ、俺聞いてて俺ね、伊集院君頑張ってると思ったのはね、半べそなのね、半べそなのにあの要所要所でちゃんとしたコメント言ってんのとか泣きそうだった俺。それじゃあの元の乾いたおむつの重さは引いてますかとか、いいってもういいって、そういうのは出ちゃったな。怖いもん、本当になくなっちゃった。何も、最低の人間だもん。ある意味すごい最低の人間だもんね。で、あとですね、じゃあここでですね、ズバリ当てまにょうなんですけども、これすごく大変申し訳ないことをしました。
総数336通、おそらくファックスの限界値に近いです。今も出てきてるのもあると思いますけれども、正解はだら、正解は1175っていうことは、当たってるのは1170から1179までは正解なんですけども、正解者の数がゼロです。これね、一番近かった人で、1242っていう人いるんですよ。1242っていうね、足立区の、カボフラワーさんなんですけど、これね、ズボンの左の裾分を絞って出せばこれぐらいあった可能性もあるんですけども、オムッティが支え切った分っていうルールなんで、あ、がっちり分ですから、これ公平のために当選者なしという形でさせてもらいますが、一応ですね、プレゼント企画を一応やりますね、ゼロだったんで、おはがきに住所、氏名、年齢、電話番号と、それからですね、今日の尿の量、もう二度と言います、尿の量4桁の数字を書いて、それから自分がですね、おしっこと自分っていう短い文章です、おしっこと自分っていう文章を書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、最低の人間最低の人間の係まで送ってください。で、抽選で10名の方に、バカカードをですね、3枚バカカード差し上げますんで、俺最低だ本当に。あ、分かった、ごめん、ちょっと応募要領返させてください。自分とおしっこじゃなくて、パーソナリティを慰める言葉パーソナリティに元気を出させる言葉に変えてください。自分とおしっこはないです。元気出るようなコメントの中からですね、抽選にはないです、もう元気出た順に元気出た順に10名様の方にですね、カードをお送りします。で、一つだけ、もう一個報告があります。これすごくプライベートなことをここで言って大変申し訳ないんですけれども、30日から今日がですね、もうすでにですね、もう9日ですから、かなりの年月が経ってる、月日が経ってるんですけども、背広を神さんに渡すことができないでいます近所の、クリーニング屋にも出せないでいます。背広の洗い方もどなたか、家庭で洗える背広みたいな形もちょっと教えていただけるとありがたい。まあ、ちょっと CM に逃げさせていただきたい、逃げさせていただきたい。第40回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞、伊集院光る深夜のバカ力、からドキュメント5.30 in ウェスティンホテル東京スペシャル。もうこのジングルはいいですおそらく来年のギャラクシー賞の時にはですね、今年のラジオパーソナリティ DJ 部門に関してはですね、該当者なしだったことにおそらくなってると思いますよね。もう捜査のバットなんて可愛い方ですよあんなものはですね、コルクどころかおしっこ詰まってますから、でしかも打った途端にバッシャーってなってますから、もうなんだお前それ、船の浸水式かみたいな感じになってますから、なんだ、もう忘れてですね、来週のスペシャルのお知らせをここできちんとしておきたいと思います。来週6月16日月曜日深夜1時からの伊集院光る深夜のバカ力からスペシャルということで、過酷なスペシャルをやります。エコーください。題して一中に光る深夜のバカ力から味ポン天敵生き残り合戦死んじゃうってそんなの絶対スパイスパイスパイスですよ、そんなのどうやっても味覚を感じるところもよくわかりませんけども、まあそれぐらい過酷っていうことでですね、過酷なスペシャルをやりますということで、エコ希望、一中に光る深夜のバカ力からジュラルミンケース遠心力ぶったたき合いゲーム、略称ガッチンコ漁カドッコスペシャル、ノーショー見ちゃうの回ね、これもボツになりましたね。すっごい痛いですから、いくらね、ゼロハリバートンが角を、丸めてくれたところでですね、ガッチンコーっつった時にはですね、あ、時間ねえの、時間ねえからちゃんと言え、ちゃんと言え、じゃあちゃんと言います、一瞬光る深夜のバカ力から千枚同士眼球ダーツダーツもとい、伊集院光る深夜のバカ力から試してバッテン拡大版、拡大版罪と、罪、罪じゃねえ、罰とむー、おしっ
こもらしの上にしゃべりもおぼつかない、バズとムチスペシャル。ということで、リスナーの考えた精神的肉体的に辛い罰ゲームをスタッフが試しにチャレンジするレギュラーコーナー試して罰点なんですけれども、日頃からねとんでもないハガキを書いてくる人がいるわけですよ。なんで伊集院さんはやんねやられる可能性すらねえんだみたいなことを書いてくる、こらめはぁーってピッケルを温めてつむじをガツンっていう、つむじをガツンっつったらそれが頭骨を割った上に小脳と大脳の間に突き刺さって思い出ポロポロみたいな感じのことを書いてくる人がいっぱいいるわけですよ。じゃあでもね、じゃあやったろうじゃねえかみたいなことでこのスペシャルの企画にはなってるわけです。それは分かりました。不公平感ありますから、たまにスペシャルの時ぐらいやりましょうっていうのは一肌脱ごうと思ったんですけど、今週のスペシャルって俺だけ罰じゃねえ、完全に今週のやつでもう全然 お前らが毎週やってるやつ何十倍も罰。時間がねえと、便利な言葉だね、魔法の呪文だね、サリナパンチタだね、本当にそれじゃあですね、皆さんからですね、罰ゲームを募集します、とにかく理不尽なことで罰を受けることになりますが、とにかく罰ゲームのアイデアを募集します、こんな罰ゲーム考えたという人は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、罰と無知のかかりまで罰ゲームのタイトルと罰ゲーム案書いてください。で、盛り上がったもの、採用されたものにはカードは1枚じゃなく複数枚差し上げますんで、腕によりをかけてですね、まあ死ぬ人が2人出るぐらいのやつをですね、送ってください。お待ち取ります。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字からバツとムチでございます。ジャンク、さてここでラジオをお聞きの皆さんにお得なお知らせです。なんとですね、落っことしたお菓子を新品に変えてくれる人が現れました。お得だけど、お得だけど、そんなもん現れたところでどこにいるのか分かりませんから、ですね、来週6月16日月曜日深夜1時からの伊集院光深夜のバカ力では、携帯電話からアクセスできる、TBS ラジオモバイルを使ったプレゼント企画をやります。もう予算が決まっててですね、お前ら好きにやっていいよって言われたんで、こんなことやります。題して、あなたの欲しいもの赤の他人にプレゼント来週生放送中に発表されるキーワードと、それから今3万円あったら欲しいものを、ラジオモバイルから応募すれば、なんとあなたの欲しいものがですね、他の応募者に当たるチャンスですもしくはあなた、これもうこれを書いて送んなきゃダメですから、で逆に言えばあなたもなんか誰かがすっごい欲しかったヌタがすごいもらえる可能性がありますから、基本的にはですね、税込み3万円以内のもので欲しいものを書いていただいて、いろいろアクセスしてもらうんですけれども、アクセス方法は来週発表します。アクセス方法と、それからあと、キーワード、絶対必要な、聞いてない人にね、そんなね、いいヌタが当たった日にはたまりませんから、来週発表しますんで、ちょっと楽しみに待ってて、今携帯持ってないっていう人はですね、グラハムベルっておじさんがいますから、せっついてください。早く発明しろ、早く発明しろって言ってくれればですね、ベルもなんとか頑張るって言ってましたんで、ぜひぜひ、携帯電話を右手にですね、左手にですね、玉金を握ってですね、ラジオの方をぜひ聞いてもらいたいと思います。女性の場合は玉金を握ってないとラジオキャッチできない電波になってますから、他人ので結構ですね、他人の玉金をですね、ラジオペンチでひねり切ってですね、それで、左手に持った形でラジオの方を聞いてもらいたいと思います。何かですね、僕すごく怖いものがなくなっちゃった感じっていうんですかね、それが大間違いなんですけれども、来週楽しみにしてください。それからですね、怖いものがなくなったといえば、来週罰とムチスペシャルでですね、あの伝説の罰ゲームギロティンポが採用されないことになりまして、ほっとしてるでしょみんな。その代わりですね、すっごいなんかほがらかなマリオパーティー風の、
ドッスンとキノピオっていう。僕もどんなのか全然わかんないですけど、ドッスンとキノピオっていう。ギロティンポっていうのはおちんちんの上にその工事員が落ちてたじゃないですか。ドッスンとキノピオは多分可愛らしいやつには間違いないんですよ。僕が聞いた話ではドッスンのなんていうのかな、あの特徴によくいた感じのことが、キノピオの特徴によくいた感じのところになんつうのかな、アタックしてくる感じっていうのは聞いてるんですけども、あの今回ね野球で罰ゲームとかじゃないですから、負けないようにとかそういうの無理ですから、なんかもう疑心暗鬼に頑張っていきたいと思います。俺は今週こんだけの人生の負債を抱えましたから、間違いなく来週はもう神様は見てますから、神様は間違いなく俺に罰を与えてくれたはずですから、すっごい楽しみですよね。まあまあまあ、でもねほら、なんつうのかな、最終的にはさ、あのラジオってこういうもんじゃないの、じゃないね、じゃない、あじゃないんだ。そうか、俺も今じゃないってどっか聞こえちゃったんだよね。そう、でも放送の向上って関係ないか関係ないか、こう放送、あギャザーの試験っていう意味ではレポート送ろう、レポート、レポート会社に送ろう、動きに弱えぞちょっとみたいな。じゃあまた来世。